ケケアアママネネージャーを紡ぐ会愛知支部長の田畑ですすああるある行きます夏の始まりが近づくと負担割合症がそろそろ届く頃だなぁと思い出してしまうコピーを取ったり各事業所に送ったりそもそもちゃんと届いてるのかどうか確認したり届いたよって取りに行ったら 後期高齢の医療保険者証だったりそんなことが頭をよぎることあると思います。